こんにちは。菅敦子作ベネツィアの宿の7回目最終回をお送りします。私が父に会ったのはその数日後だった。東京に帰るまでに何か糸口を見つけておきたい、そう思って私は京都に行ってみることにした。もしかしたら京大病院に入院しているのではないか。そんな気がして、朝早く家を出て電車に乗った。京都まで一人で行くのは初めてだった。内科病棟に行って名を言うと、やはり私の勘が当たっていた。でも、病室に行くとベッドは空っぽで、看護婦さんが今お散歩に出られました。と言った。こんなところまで来てしまってと朝から張り詰めていた気持ちが緩んで悲しくなった。渡り廊下のようなところから庭に降りると広々としたポプラの並木道に出た。たとえうまく父に会えたにしても、それで父と母とのことが解決するのだろうか。だんだんと心細さが増し、帰ってしまおうかと思い始めたとき、向こうから父が来た。透き通るような秋の光の中を、さっさっと着物の裾を翻すようにして、父が女の人とこっちにやってくる。休日に私たちと出かけるときと同じように、白足袋を履いた父の足元がまぶしかった。そんな格好で父が知らない女の人と歩いていることの不思議さがとっさに理解できないほど、何か自然な感じで二人は近づいてきた。どうしよう。自分がこんなところまで来てしまったことの無謀さが怖くなった。でも今さら逃げるわけにもいかない。困ったという気持ちと、いなくなった父に会えた喜びに頬がほてった。こんなところで何をしているんだ。父が怖い声で言った。遠くからは元気そうに見えたのに、向かい合ってみるとひげが伸びて目がくぼんでいた。パパこそ、そういうのがやっとだった。泣いてはダメだ。と思いながら付け加えた。パパを探しに来たんです。何も言わないで家を出てしまうから。父は一瞬困った顔をした。お父様はお加減が悪いんです。父をかばうように連れの女が言った。あまりくさくさするのでそこまでお散歩に出たところです。ちょっとザラザラするような声だった。病気だったらうちで寝てればいいのに。それに大阪にだって病院はあるでしょ。父に向かってそう言いながら、私は彼の肩に半分隠れて、ちょっと膝を曲げたような姿勢で立っている女を睨んだ。背の高い父と、ほとんど肩を並べるくらい彼女は上背があって、おもながな色白の顔も、骨太な体格も、小柄で肌が小麦色の母とはすべてが対照的と言ってよかった。くすんだ色合いの彼女の着物は少しくたびれていて、うぐいす色の地に竹の模様のある羽織を羽織っていた。その時、私は奇妙なことに気がついた。うぐいす色も竹の模様も母が絶対に選ばない色と柄だったのに、ずっと昔子供の頃にその羽織をどこかで見たような気がしたのだった。その上彼女は体つきも着るものもほとんどすべての面で母とは違っているのに、どこか二人に共通するものがあるように思えた。
どうしてだろうと考えていて、はっとした。この人も母と同じように父の方を向いて生きているうちに、父の好みに染まってしまったからではないか。その人は私の名を言って、いつもあなたのことはお父様から伺っています、と挨拶した。言葉遣いも物腰も真っ当で、そのことがまた意表をついていた。彼女がその時まで漠然と頭に描いていたいやらしい女ではなかったことに、私は救われる思いだったけれど、自分がそう考えたことを母には言えないとも思った。私のことなんか人にベラベラしゃべらないで。私はできるだけ彼女の方を見ないようにして父に言った。固い声になっているのが自分でわかった。人にというところに力を入れた。そんな私には答えないで、父は苦々しげに言った。よくも京都まで、子供なんかの来るところじゃない。ママのところに、早く帰ってください。そう言って、私は父と別れた。振り返って、愛人と一緒に病棟の方に歩いて行った父の後ろ姿を見送ったかどうかは覚えていない。これで、菅敦子作、ベネツィアの宿は終了です。ありがとうございました。